皆さんこれ何に使うアイテムか分かりますか？お花に慣れてる方はこれオアシスねとかフローラルフォームねとか吸水性スポンジとかっていう場合もあるかな。ご存知の方も多いと思いますが、知らなかった方はぜひ買ってみてください。お花屋さんに行けばまず200、300円かな、もっとするところもあるかな、譲ってくれると思います。あと、ホームセンターとか100均にも昔は売ってたんですけどね、いろんなところで売ってますので、買ってみていただければと思います。このオアシスの使い方、またちょっとオアシスならではのテクニックみたいなのを今日はご紹介したいと思います。またお正月も近いので、お正月に役立つアイテムも何個か今日はご紹介をしたいと思いますので、最後までご覧ください。オアシスね、まず先に、まあ、適当な大きさにカットをしましょう。でカットしてお水にを吸わせるんですが、この時に押しちゃいけないと押すなよってやつ押したり水をこう上からかけちゃったりするのはダメです。自然に吸わせるってことが大事ですね。なんでかっていうと、オアシスの中に空気が残らないようにするってこと、まんべんなく吸わせるってことですね。こんな感じでいいと思います。それでオアシスに、まあ、刺す時の枝をね、注意事項にちょっとここも寄ってもらっていいかな。本来こんな牡蠣には使わないんだけど、こう刺すじゃない、これでまあ止まるよね、止まったよね、枝がね。これでいいんだけど、あ、ちょっと間違えちゃったと、角度こうしたいなとかって刺し直したりするじゃない。そうすると、あの、何度もやってると結局グズグズになってフラフラしちゃうじゃない、こういう時。何度も刺し直すとこう結局穴が開いてしまって、こうふらついちゃうと固定できないですよね、ここでね。こういう時どうするか問題があります。こういう時は、まあ僕がやってるのはどっち側でもいいんだけど、さらにこう枝を入れると、これで止めるみたいなのをやる、もしくはもう一個やったりするのが、もう一回入れ直すと、穴を埋めるように入れ直すと、こういうことする時もありますね。そうするとまあもう一回ゼロに戻るので、まあ逆にね、こう穴があればこう埋めるように入れたりすることもありますけどね。剣山と違って刺し直しがあんまり効かないってことですね。で、あの、そういう時はでも対処方法は一応ありますってことですね。覚えておいていただけるといいかなと思います。なるべく一発がいい。はい、じゃあオアシス以外のねアイテム紹介をしてあります。まず一つ目はピック、さっきね行ってきました、ダイソー共同店ね、世田谷共同店、100円だよこれ、こういうやつね。この2種類今紹介しましたけど、これ大きな違いが1個あって、同じピックなんだけど木の棒タイプね、これこっちはワイヤータイプ、使い分けがあるというか、こっちのワイヤーの方がまあ使いやすいってこと。なんでかっていうと、まあ結構自在に動くので、今これ横から見てるけど、例えばこうこんな感じでやると前に飛び出すようにできるよね、みたいなことができます。でもこれ高さが出ないな、そうすると、まあ、高さが出ない時はこう何かの茎に刺せるので、高さも補えるよね、これでね。こんな感じでなるので、ワイヤータイプの方が応用が効きやすい。これは棒だとねこうなっちゃうし、前に出したいってなると傾けてこの字が読めなくなっちゃうじゃんっていうことがあったりします。そんな感じの2種あるので、まあ、僕はこっちの方がまあいろいろ使い勝手いいんじゃないかなと思ってます。と次に、まあ似たような感じだけど、これは全く生け花っていうか干支の置物、来年うさぎ年なんですかね、うさぎの置物は。まあこういうのをアレンジメントの脇にね置いたりしてやると可愛いよねっていうやつで、これでほんと100円ですよ。続きまして100均ね、1号マス、これ赤ですね。これはさっきのオアシスをね入れるのにいいですよね。やっぱり固定もされるし、まあ、若干小さいかなと思うけど、小さめのアレンジ作る時とかはこんなんで十分なので、
でまたお正月っぽいよね、マスだからね。なのでこれなんかは夏季にいいんじゃないかなっていう思います。次のアイテムね、これは水引きね。100均で売ってるかな、売ってないかも。まあアマゾンとかで。でまあこれも水引きが入ってるよね。これはね、淡路結びってのをやります。覚えてる？苦労してたのだけは覚えてます。これね、いけるかな、違う。こうか。でも来たかもしれない。定番なのかな、この淡路結びっていうのがね、一応ね、メジャーっていうのかな。いろんな結び方があるから、蝶結びとかでもいいんだろうね、普通にね。でもまあ正月っぽくなるね。もう金と銀の配分を同じぐらいにしたい。どうすか、こんな感じでお花にまあくくってあげたりしますね。淡路結び、水引きね、もうなかなかいいですね、やっぱりね。はい、最後は松ぼっくり&ワイヤー&っていうのもあれなんだけど、松ぼっくりは意外とこの冬場いいですね。クリスマスでも使える。クリスマスっぽさもあるし、お正月でも使えるっていう、両方使えちゃうアイテムですね。これもちろんこれこうやって転がしといてもいいんだけど、これもワイヤー使って、僕はこう上のところぐるっと回すでしょう。でねじる、ね、こういう状態にすると。でまたなんかの茎ね刺してあげると。でこうなると、こうなるとどっかに刺すと、まあ、顔も見えるよねっていう感じで使ったりしますね。これも使い方は同じですね。下げてもいいしね。でまたお水いらないんでね、これはね使えるんじゃないかなと思いますので、まあ、金じゃなくてもいいけどね、金だとちょっとめでたい感じになるという感じですね。以上。はい、ということで今日は、オアシスと、お正月の、アイテム紹介させていただきました。また100均でも買えるのでね、結構お求めやすくなってるので、ぜひこういうの買ってお正月をお迎えしていただければいいんじゃないかなというふうに思いました。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。